モデナの名門マゼラーティの歴史はフェラーリとは比較にならぬほど長い。1920年代の終わり、エンツォがようやくアルファロメオのレースを請け負うスクデリアフェラーリを起こす頃、マゼラーティはすでにフィアットやアルファロメオに対抗しうるグランプリカーを作り出していたのである。そんなマゼラーティがはるかに後進のライバルであるフェラーリに事実上全てを託すことになった。今日イタリアのメーカーでフィアット王国の支配を受けるものはないが、このマゼラーティの場合は同じフィアット傘下のフェラーリによって間接的に支配されることになったのである。バブル以降、はい、なんかこうマセラティ落ち着いてきましたよね。そうですね、落ち着いたかのように見えたかもしれないけど、その頃のマセラティ、つまり今までのマセラティ、どんなふうに見てます？いや僕はね、まあ、もっとね、今おっしゃった、ま、落ち着きが出てきたんですけど、いやもっとはっきりとこう60年代ぐらいのマセラティの状態に戻ろうとしてるんだなという、戻りたいと思ってるんだろうなという気がしてましたけど。60年代のマセラティのイメージっていうのはどういうものですか？それはね、そのフェラーリほど派手に自己表現はしない車も、それを選ぶ人もね、だけども分かる人にだけ分かってもらえばいいというような、老舗ですからね、マセラティは。いよいよね、はい、まあ、フェラーリが本格的に参入してきたわけですね、うん、今度はもう本当に何だ、血が入るというかね、完全な一体化ですから。まあライバルでもあったけども、これが不思議だな、なんか不思議な気分だな。でもね、僕問題ないと思います。ただ一つ興味深いのは、今噂のニューモデルが出ようとしてるのに、そのイニシアチブを持ってるフェラーリがなかなかゴーサインを出さないで来てるわけですよね。このもっとよくしろっていうような、もっとよくしろなんですかね。そうみたいですよ。僕はね、なんかそのフェラーリがなかなか出せないのは、住み分けなんじゃないかと思うんですけど、ね、もちろんそれもあるでしょうね、だからその例えば噂によると、この今これから出ようとしてるモデルも、そのフェラ456のフェラーリよりも小さいのに、室内はこう同じかそれ以上スペースを取ったような車、実用性がある車、そういう風に位置づけられてるはずですから、まあ、ちゃんと出てくる時には、まあそういうメッセージもね、はっきりしたものは出るでしょうね、そうなると、そういうものを想像すると松屋さんの関心高まりそうですか？どうだろうな、これすらまた別問題ですね。やっぱり実証を見てみないとわからないそうですね。遥か戦前からグランプリ活動を絶やすことのなかったマゼラーティは、戦後の54年には名作 250F を誕生させ、4年目の57年にはついにあのファンジオに5回目のタイトルをもたらした。しかしそれはマゼラーティの F1 活動の最後となってしまう。1938年からマゼラーティを所有してきた大実業家オルシ一族は、20年目にあたるこの年、レース活動をスポーツカーのみに絞るとともに、高性能ロードカーを販売することによって財政の立て直しを図ることにしたのだ。そんな思惑は見事に当たり、57年のジュネーブショーにデビューした 3500GT を皮切りに、マゼラーティの贅沢なロードカーたちはフェラーリとは対照的なエレガントではるかに実用性の高いロードカーとして着実に支持するものを集めていく。 3500GT の後継者であるセブリングとツーシーターのミストラルに加えて、63年のトリノショーには意表をつくようにフォードアモデルが登場した。その名もズバリクワトロポルテの誕生である。マゼラーティ・ギブリ。1966年、 5000GT の後継者として誕生したギブリは、フェラーリ 275GTB やランボルギーニ・ミューラとも世界最速の座を競うグラントゥーリズモであった。それは当時カロッツェリア・ギアのチーフを務めたジュジャーロによる実に瀟洒なボディを持ったスーパーカーで、リアサスペンションはリジッドアクセルという古典的な設計ながら、その実力の高さと扱いやすさはむしろライバルをしのぐものと高く評価された。
レーシングスポーツの血筋を引く 4.7 リッターの V8 はもちろんツインカムで、4機のダウンドラフトウェーバーが与えられ、330馬力と40キロを発生した。ギアは5段、最高速は270キロと言われた。コックピットにもいわゆるスーパーカーの派手なイメージは全くない。この時代すでにオプションでパワーステアリングとオートマティックが用意されていたのはマゼラティだけだろう。懐かしいヘレボレのウッドリムと黒ずくめの渋い雰囲気に改めて魅了される方も少なくないはずだ。異例のヒット作となったこのマゼラティ・ギブリには69年にオープンボディが加わり、そして翌70年には5リッターの SS が誕生。それは確実に280キロをマークしたという。ギブリの誕生から2年後の68年、マゼラティはシトロエンから財政援助を受けることになるのだが、それも長くは続かなかった。そして再び窮地に陥ったマゼラティに救いの手を差し伸べたのがデトマゾであった。当時どういう人が乗ってたかっていうのを調べると、マセラッティは財界の大物であったり弁護士であったり医者であったりした人が、その長距離を楽に高性能で移動する手段として買ってたんですって。なるほどね。ちょっと同時期のフェラーリ見てみると、スペックでは近いものがあってもやっぱり実際にはちょっと違うという。で、住み分けがね、完全にできてたんですって。で、そこで面白いのがマセラッティは最初、レーシングカーの専業メーカーですよね。で、細々とそのレーシングカーをのエンジンを使ったモデルでロードカーを作って売り始めた。それもフェラーリと非常に似てるんだけれども、できたものはそのレーシングカーを直系としながらもずっと高級なスポーツクーペだったんですね。高級でそのロードなんていうのマニューバリビリって走りやすいというか、そういうことをちゃんと考えて作ってるという、節度はあるという考えが、そういうことが言えるだろうかね。最新のクアトロポルティに乗っても分かるんですけれども、やっぱり高性能で比較的コンパクトで、それでスポーティーで、高級感のあるフォードアセダンというのは必ずその市場があって、そこはマセラティの独自性が、その初代クアトロポルティから続いてるんでね、強みなんじゃないんでしょうか。というのはビトルボっていう大そのベストセラーがありますけれども、あのうちほぼ半数以上はフォードアモデルが占めてたっていうのが、最近生産データを見て驚いたんですけれども ね、このマセラティの後を追ったイソとか、デトマゾ、でもみんな、なんかあんまりたくさんは作ることができなかったでしょう。やっぱりこれがマセラティが本家で、そういう伝統の的なものがあるんだろうね。そうですね。彼らもその市場に自信を持ってるし、お客さんたちもやっぱりその市場に非常に期待をしてるんじゃないですかね。そして97年夏、マゼラーティはフィアットからフェラーリに託されることになった。モデナのマゼラーティ工場は1940年にボローニャから移ってきた当時そのままの古めかしさに見える。しかし一歩中に踏み入れると、そこにはマラネロのフェラーリと見まごうばかりの最新の生産設備が整えられていた。従業員はこれまでとあまり変わらぬおよそ300名。フェラーリ技術陣の徹底した指導に従ってマゼラーティの新しい伝統を作り上げようという強い意志を持つスタッフばかりのようである。マセラーティの工場に行かれて、行ってきました。その今回行かれた前にはだいぶ例のフェラーリの発表があったわけですから、その事故ということで、なんかこう変わった様子ってのはあったんですか？建物自体は古いまんまの、僕も実はマセラッティに行ったのは初めてなんですが、写真で見たり映像で見てた古いまんまの母屋がそのまま残ってるんですが、約半年間マセラッティは工場を一度閉鎖しまして、中を完全にリニューアルしたんですね。それいつからいつの間？それは去年の暮れから今年の春にかけて。これはつまりそのフェラーリの参加に収まったということで、お金も少し
フェラーリの方から出たっていうことで、それでもっと効率を良くしようというので、ほとんどフェラーリにとそっくりのラインの作り方による、もうブランニューの工場になったんですよ。で、今回ご覧になってる最中に、何でしたっけ、ミストラル、まだ名前は決まってないんですが、新しい2プラス2のクーペ、ミストラルになるかもしれないと言われてるやつですね。はいはい、そうです。これはまだでも見れなかった。実は偽装したものがちょうど工場の中に給油をしていまして、それを1台見たのと、あとは実はもうラインに 2,3 台流れているのがありまして、それはカバーがかかってたんですが、田辺さんがそういうカバー取ったんですけどね僕らもちょっと取っていいかという一応打診はしたんですが、フロントのフェンダーのところだけだったらいいということで、チラッとだけ見せてもらいました。あ、もうそんな3台ぐらいあった。え、もうありましたね。そうするとそのぐらいあるってことはいつ頃こう出てくるって感じなんですかね。一応オフィシャルのスケジュールとしては9月の末のパリサロンで正式のデビューということになっているようです。日本 の, その代理店とかね、そういうところ関係ではマセラーティのボディにフェラーリのエンジンというのは割と期待している向きが多いですね。なんかそれは日本だけではなく、イタリアでもなんかそんな話はあるようですね。昔テーマの832という車があって、あれもやっぱりボンネット開けるとフェラーリのエンジンが入っていたように、ボンネットを開けたらフェラーリのエンジンだったというクワトロポルテなんていうのがあってもいいんじゃないかっていう話はイタリアでも出てるようです。さっきのその新型のクーペについて、はい、もう少し詳しいデータを知りたいんですけど、搭載されるエンジンは V6 と V8 の2タイプ、はい、これはクワトロポルテに積まれているのと基本的には同じものですが、このクーペ専用にさらにリファインされまして、V8 の方はおそらく最高出力は370馬力前後というふうに言われています。これも相当トルクの塊のような感じがするんでしょうね。そうですね、トルクで走るような感じだと思います。で、組み合わされるトランスミッションは6速のゲトラグ製と、ね、はい、ボディもかなりカッチリしそうですね。そうですね、合成なんかもありそうですし、それからデザインはジュージャーロ率いるイタルが手掛けてます、それで今回の一つの特徴としてはパッケージもイタリア紙に珍しくかなり凝ったものになってまして、2プラス2、でリアにも2人大人が一応座れると、サイズ的にはどのくらいなんですかね。サイズ的にはギブリを一回り大きくして、なおかつ456よりは少し小さいような、そんなサイズだと思います。なるほどね。今度これフェラーリの風洞実験とかそういうのも、そうです、かなりフェラーリが開発に参加してまして、風洞とかフィオラのテストコースなんかで実際に走らせたりしているようです。塗装がフェラーリ、そうです、塗装も全くフェラーリが使っているものと同じところで塗装しているという。じゃあ今度はかなりグレードが上がったのかな。そうですねモデナでは新たにマゼラーティの品質管理をも統括することになったフェラーリのジョバンニ・ドゥージオ氏にお会いすることができた。Per parlare di quattro porte bisogna innanzitutto dire che le linee di intervento che sono state utilizzate sono state fondamentalmente due. Una è quella di cui in un certo senso abbiamo già parlato, che è sostanzialmente di rinnovamento di tutto il processo industriale. Abbiamo cambiato lo stabilimento, abbiamo rammodernato lo stabilimento, abbiamo cambiato l'organizzazione per il lavoro. E sull'organizzazione per il lavoro vorrei aggiungere una cosa. Il tipo di produzione che viene svolto in Maserati, così come quello che viene svolto in Ferrari, è una produzione per basse quantità che richiede un'altissima professionalità da parte delle persone. Allora è particolarmente importante che gli operai addetti siano completamente responsabili anche della qualità del lavoro svolto, e quindi ecco perché è fondamentale l'organizzazione per fabbrica integrata. Al di là di questi interventi sul processo,
Per quanto riguarda il prodotto, sono stati toccati circa 400 componenti, circa la metà dei componenti della quattro porte, con interventi che riguardano sia l'estetica e il finishing, ma anche moltissimi interventi riguardanti l'affidabilità del prodotto. Quindi sostanzialmente la nuova quattro porte è rinnovata sia per l'affidabilità e la cura nella realizzazione del prodotto, sia per quanto riguarda le modalità di realizzazione del processo e quindi di qualità derivante del processo. フェラーリの血が入った最初のマゼラーティがこのクアトロポルテエボルツィオネである。94年にその名が復活したマゼラーティならではのフォードア GT にフェラーリのテイストを加えた車と言っていいだろう。改良点は実に400種類にも及ぶというエボルツィオネではあるが、外観そのものはほとんど変わっていない。進化のすべてはボディ剛性をはじめとする車の本質的な部分に集中しているようなのだ。ビトゥルボ以来の個性的な時計があった場所には、今度はマゼラーティ伝統のトライデントが誇らしげに輝くことになった。トランスミッションは6段マニュアル。ツインターボを備えるエンジンは 2.8 リッターの V6 と 3.2 リッターの V8 の2種類。V8 の方は336馬力と 45.8 キロとかなり強力である。新設計のシートは従来のものとはまるで違った印象を与える。ステアリングとペダルの配置にももはや不自然なところはなくなっているようである。ではフェラーリの息がかかった新しいクアトロポルテを早速ワインディングロードへ連れ出してみることにしよう。渡辺さん、今度の新しいクワトロポルテのエボルツィオーネですね、はい、これにお乗りになって、はい、やってきました。どんなもんだったんですかね。まず各部の剛性が飛躍的に上がってます。今までのやつはゆるゆるですもんね、はい、もう残念ながらゆるゆるでした。高速でこうコーナリングするとこうタイヤがホイールハウスに当たったりしてね、はいはい、そうですもうボディからシャシーからインテリアの立て付けから剛性はほとんどかなり低いレベルだったんですが、うん、今回のものはもう本当にいわゆる塊感みたいなものが。どのくらい波と言ったらいいですか。そうですね、まあ、いわゆる剛性感ということで言えば、うん、ドイツ車にかなり勝るとも劣らないぐらいのレベルには達してると思います。間の、V8 はまたものすごいパワーですよね。そうなんです。ただね、その V8 もチューニングされまして、いわゆる暴力的なというのが正しいか分かりませんが、強烈な加速というのがあれがもっと穏やかなものになって、知らないうちにかなりのスピードが出てるみたいな、非常に品のあるというかね。なんかな、マセラティらしさが話を伺ってると全部こうことごとく牙を抜かれてるような気がしてしょうがないんだよね。そうなんだから正直言って僕もそうなんです。その時計がなくなったことを筆頭にですね、その乗り味にしてもドイツ車みたいにはなっているし、いわゆる悪とか癖がだん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 なくなってきてしまって、うん、と思ったんですよ、うん、ただこれにはなんか実は話を聞いてみるといろいろ訳があるようで、マセラティとしてはそのデトマソの要するに時代の品質の非常に低いイメージがついてしまった、あの時代をなんかものすごく嫌がってるようなんですね。だからそういったイメージをとにかく取り去りたいと。でこのエボルツィオーネこそがこれが本当のマセラティであると、うん、彼らにとってのマセラティというのはこれがそうなんだよと、うん、なんかそういった意味でもエボルツィオーネという名前をね、新たにクワトロポルテの後につけたと、うん、だからこのクワトロポルテのエボルツィオーネでさえそれだけなの変化がありますから、もうじき出る2プラス2のマセラティというのは多分僕らの想像しているマセラティとは全く別物と言っていい車でしょう。いいと思えるか
そのマセラティの夢を砕かれるか、そうですね、どっちかかな。La Maserati è un nome, un marchio straordinario, di grande forza e di grande tradizione. E quello che porteremo avanti a breve termine è innanzitutto una differenza tra Ferrari e Maserati. Nessun overlapping, la Ferrari ha certe caratteristiche, la Maserati ha altre caratteristiche. Differenti, complementari tra di loro, ma differenti. La Ferrari vuol dire vetture estreme di prestazioni, super sportive, super aggressive e vetture quasi sempre di soli due posti, mai di quattro porte. La Maserati è una grande gran turismo italiana di prestazioni sportive ma non estreme, spesso con quattro porte o quattro posti, e quindi è una vettura di prezzo, di caratteristiche, come dicevo prima, diverse dalla Ferrari. La differenza tra Ferrari e Maserati sarà nettissima sotto tutti i punti di vista. Ferrari のモンテゼーモロ社長は名門マゼラーティの歴史と伝統に敬意を表し、純粋な気持ちから救いの手を差し伸べたことをしきりに強調する。フェラーリが50周年を迎えた昨年、老舗マゼラーティはすでに80年近くもの歴史を刻んできたことになる。この間にマゼラーティは幾度となく存亡の危機にさらされ、そして救われてきたわけだが、かつては最大のライバルであったフェラーリ自らがその復活を約束するとは、一体誰が予測し得ただろう。